それでは次回4月5日金曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は地域おこし協力隊の高杉亮さんが退任、スケートパークがリニューアルオープンなどご覧の内容でお送りします。この後20分からは4月のハッピーバースデー、25分からはハルルクッキング、30分からの特集コーナーは土性沙羅のスポーツの力応援チャンネルを放送します。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼いたします。